日本破れずは、新東宝映画が1954年に制作した日本映画。2012年に株式会社系メディアから DVD が発売された。終戦をめぐる閣議の攻防や陸軍将校らによる玉音放送の音盤ダッシュを目指したクーデター事件、宮城事件を描いた初の映画。戦前にハリウッドスターとなった国際派俳優の早川雪舟が、 主人公の陸軍大臣を演じる。監督は同じくハリウッドで活躍し、戦後は新東方で文芸作品に手腕を発揮した安倍豊でプロデューサーも務めた。後に同じ題材を描いて二度描かされた日本の一番長い人は異なり、戦時の庶民の姿に長く時間が割かれている。また、役名はべて奏で、決起将校の上下関係や被害者など事実関係は、 史実と異なる。制作当時の若手だった丹波哲郎や宇津井健が決起将校役として出演している。昭和20年夏、東京も相次ぐ大空襲に遭い、庶民が途端の苦しみを味わう中、陸軍省部内では若手将校たちが本土決戦の計画を練っていた。閣議でも総理や外省ら閣僚たちが講和を模索していた中、 川並陸将が強硬に反撃すべきことを主張し、硬着状態に陥る。しかし、午前会議で、ポツダム宣言受託の聖談が下り、玉音放送の録音も行われる。決起に流行る青年将校たちは、天皇陛下の録音版を手に入れようと、この石団長を殺害し、偽の命令を発して、宮城に突入する。括弧内は、モデルとされる。 実在の人物の名前、ありがとうございます。